たな。動物園の顔は使ってる。清掃の締め。今小田急ロマンスカーは、代々木上原駅を出てその後に地下区間に入りました。前面の展望はこんな感じで、運転室越しにこの前の景色を眺めるというような感じですね。JR 九州のハイパーサルーンという電車に非常によく似た前面展望の、形状です。本当にマニアックな話で申し訳ありません。前が見えるっていうだけでね、かなりこうテンション上がるんですよ。あまり鉄道に興味のない方はには申し訳ないんですが、今下北沢の駅を通過します。そんなに長くは取りません。ただ前面展望はこういうものなんだというのだけ、分かっていただければと思いました。この車両もですね、今乗っているのはご家族連れの4人の方と僕だけの5名です。ちょっと寂しいですね。外に出るぐらいまでは撮りたいんですが、もうすぐ外に出るようです。外に出たら撮影止めます。朝の通勤ラッシュが終わった後の時間帯なので、まだまだ電車の本数が多い時間帯ですから、そんなにスピードがめちゃくちゃ上がってるわけじゃないんですけど、まあ、この後からだんだんね、特急らしい走りになってくれるはずです。ちょっと今前の方誰もいないので、ちょっと前のところに行きます。ということでご視聴ありがとうございました。